東方教会の三成聖者とは、大オ足オリー、神学者、グリゴリー、キングチ、ヨアンの三人の聖人を言う。三成聖者の遺恨。三成聖者は、初代教会に対して高い影響力を持つ司教たちで、あり、キリスト教神学の形成にするような役割を果たした。東方教会にあっては三大聖聖者及び、全地の大教師としても知られ、日本ハリストス聖教会では、 三大聖聖者大司祭首とも呼ばれる。三成聖者のうち、オーシリーと進学者グリゴリーは、カッパドキア三教父にも数えられている。一方、ローマカトリックにおいても三人は、教会博士として数形されている。三成聖者を構成するそれぞれの聖人は、聖教会、カトリック教会、聖公会、及びその他のキリスト教諸教会において、数形されているが、 三人を一組として、三成聖者と呼び特に記憶するのは、聖教会である。三成聖者の遺恨、17世紀、ポーランドの博物館が所蔵するもの、11世紀のコンスタンディヌーポリにおいて、三人の主教たちの中で、誰が最も偉大かという論争が生じた。ある者は、大和氏リーを、キリスト教信仰と修道の規範の教えから最も優れたものと主張した。 キングチ・イオアンの支持者は、コンク・コンスタンディヌーポリ大主教は、罪人に改改をもたらしたことと、雄弁さによってひるいないとした。三つ目の集団は、大和氏、D の親友であった神学者グリゴリーは、アリウス派に対する論爆と信仰の防衛における、権威と純度と、深淵さにおいて、より優れているとした。三人の祭日は1月において分かれており、 オーアシリーは1月1日、グリゴリーは1月25日、キングチー・オアンは、東方教会においては、1084年、エウカイタの主教聖ヨアンに、三成聖者が共に現れ、三人が神の前に等しいことを説き、が、ーに分かれるところなく、互いに反するところなしと述べたと言われる。この出来事により1 0 0年頃東ローマ帝国皇帝アレクシオス一世、 コムネノスの知性化で1月30日が三成聖者全員を記憶する祭日として定められた。ありがとうございます。